Gマーチ早慶への最短合格ならファストアップ逆転塾、志望校特化の個別カリキュラムでどこよりも効率的な対策が可能です。詳しくは概要欄から。逆転合格ならファストアップ。ガンダムビルドファイターズ中央大学文学部1年人文社会学科だ。まあガチな話、受験勉強においてとっても大切なこと、それは振り切れるかどうかだ。例えば勉強したくないときにだら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 、ああでも今日1時間8時間5時間やんないとってペン握ってるだけとか、単語帳ただ単語書いてるだけとか、スマホをいじるときはちゃんとスマホいじって休憩して思いっきりゲームやった方がいいし、勉強するときはちゃんと勉強やった方がいい。これできてないやつがだら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 高2高3と春夏秋冬過ごして受験に落ちてしまうなあガンダム。そうだよ。メリハリをつけるために大事なことはしっかりと今の現状を分析することだな。今どんな現状なのか、どのぐらい目標に達していないのか、そこをしっかり現実を受け入れることで危機感を持つこともできるし、逆に無駄な危機感を持たないこともできるんだなあガンダム。うん、そうだよ。逆転合格ならファストアップ。中央大学文学部人文社会学科1年です。学校が合うやつは学校に行け、学校が合うなやつは学校へ行くな。私の高校は地方にある九州の、まあいわゆる自称進学校だったのですが、そこで授業を聞いて頑張ろうと思ったこともあるんですが、そこの授業がどうしても合わずに、学校をまあ結核100日200日ぐらいギリギリで卒業したんですけど、結果的に中央大学へ進学することができました。だから学校が合わないやつは学校へ行かない方がいいです。中途半端に学校の勉強合わないなと思いながらやるよりは、他の塾通ったり自学自習したり思い切って退学して、宮廷とか宗家とか受かった友達もたくさんいます。だから学校が合わない人は学校やめた方がいいし、逆にインターネットのこういうこと言ってる人を本当は学校の勉強が合うのに真に受けてどっちつかずになっちゃう人とかは、高校の教師もプロだと思うので、そっちに振り切った方がいいと思いますね。逆転合格ならファストアップ。中央大学文学部人文社会学科1年だ。はい、それは中央大学へ来ないことだ。バカとブスこそ中央行け。それはこの中央大学が最高の大学だからだ。考えてもみてくれ、一番上を目指さないでどうする。いや、一番真ん中を目指さないでどうする。東大なんて目指すな、中央を目指せ。真ん中を目指すことでここに行けたらどこの大学でも行けるような仕組みになっている、なっているから中央へ来い。分かったか。進学校のお前らも自称進学校のお前らも中堅校のお前らも底辺校のお前らも、とりあえず第一志望は中央大学文学部人文社会学科って書け。第二志望に東大でも書けばいい、慶応でも書けばいい、宮廷でも書けばいい、何でもいい。とりあえず第一志望は中央大学文学部人文社会学科1年だ。頑張れ。逆転合格ならファストアップ。精一杯輝く輝く星になれるよ。中央大学文学部人文社会学科ジャーナリズム研究会へ君もぜひ来てくれたまえ。ファストアップのチャンネル登録もよろしくお願いしますね。逆転合格ならファストアップ。